ということで、だいたい入れたかな？まだ入れない人いるんで、あと、もうけど5分押しちゃってるね。はい。そうですね。じゃあ、もうお時間ね、ちょっと5分過ぎちゃって、ちょっとトラブルがあって大変申し訳ないんですけど、早速ね、早速ではないですね、遅れましたが、はい、ちょっと始めていきたいなと思います。で、今回ね、この、ディスコード内でのビデオライブストリーミングということで、初めての試みでさせていただいてます。で、いつもディスコードでね、皆さんでとテキストとね、画像でやり取りさせていただいてるんですけど、このステップの情報をね、より正確に、そしてより深く理解をしてもらってですね、皆さんにステップを長く楽しんでもらえるような情報提供の場にしたいなということで、このステップンライフというね、ビデオストリーミングイベントをですね、これから、毎週できれば1回、はい、定期的に開催していきたいなと思っております。で、今回が、その初回の回ということでですね、ぜひ皆さん楽しんでいただければと思います。後半またQ&A とかも準備しておりますので、配信の内容でわからないことがあればね、ぜひ Q&A の方でね、質問していただければなと思います。はい、大体そんなよろし感くじおで願す。いしはい、まはい、す。よろしくお願いします。で、本日のね、ゲストということでね、来ていただいてるんで、そのあたりはちょっとミオさんに、はい、ご紹介いただければなと。はい。では、これ最初に我々の自己紹介とかなくて大丈夫でした？あ、そうですね、私も自己紹介してませんね。そういえばっていう そういえば、はい、じゃあ、私の方からした方がいいですかね。お願いします。はい、私、メタクスと言いまして、ステップの方は、一応、去年の、12月ぐらいから、このステップンというプロジェクトを知ってですね、最初のうちは、ブログで、配信をしてまして、1月から YouTube でもこのステップの情報を届けるようになったんですが、私の、ブログとか YouTube から結構たくさんの方が、ステップに興味持たれた方がいらっしゃったということで、なんですか、この、コミュニティをね、しっかりこうサポートしていきたいなということで、今は、インターンヘルパー、名前変わっちゃったんですけどね、何でしたっけ？ アボカドみたいな名前に変わったんですね。一応インターヘルパーという形でコミュニティのサポートのお手伝いをさせていただいてます。あと、アンバサダーという形でですね、このステップンを、知らない人たちにね、正確な情報を伝えるという役割も担ってまして、そういう形でやらせていただいております。今後もぜひよろしくお願いいたします。では、美穂さんの方もぜひ自己紹介をお願いいたします。はい、初めましての方も、いつも話してるよという方もですね、こんばんは、桜田美穂です。私は何の肩書きもない一ユーザーなんですけれども、ここ2週間ぐらいですね、週1、2回のペースで、ここ、日本語のボイスチャットサーバーをお借りして、今ちょっとここご不在なんですけれども、とっとこハメ太郎さんとですね、ちょっとお話をするハメミオラジオというものをですね、やらせていただいておりまして、それの延長線でですね、ちょっとこちらでもおしゃべりしてみないかということでご招待いただきました。本当ですね、ちょっと今こちらにいらっしゃらない、ハメ太郎さんと一緒に進めていく予定だったんですけれども、今日はもしかしたら私が喋ることになるのかもしれません。ちょっとね、拙いところもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、こんなとこでよろしいですそうか？ですね。はい、では早速、ゲストの方ももう首を長くして多分待ってられると思うんで。そうですね。はい。すみません。予定よりもだいぶお待たせしてしまいました。今回のゲストはですね、もうご案内させていただいている通り、図解師ウルフさんにお越しいただいております。図解師ウルフさんなんですが、2018年の12月から図解師を名乗ってブログの運営をされていらっしゃる方で、ツイッター今やってらっしゃる方多いかなと思うんですけれども、お見かけされた方も多いんじゃないでしょうか。ウルフさんはですね、ご自身のお好きなものを図解することで、ご自分が感じた面白さを多くの人に共有したいという思いでご活動されているそうです。
まあ、本ですとかニュースドラマ何でもねご自身が気に入られたものを使いされていて、中でもですねメモの魔力という本の図解、こちらがですね以前ニュースピックスというサイトに掲載されたというご経験をお持ちの方です。他にもですねこれ全部本ですかね、嫌われる勇気、それからサピエンス全史、ファクトフルネス、このあたりの図解記事はですね書かれてからちょっと時間が経ってるんですけれども、今でもまだ毎日数多くの人にアクセスされるという大人気ぶりです。でこのねお話をしていただく前に、ご自分の性格って一言で表すとどんなですか、ご質問したところ、自分の好きなことを好きなだけやりたいというご回答いただいております。で最近ここ1ヶ月ほどですねこのステッペンにドハマりをされていて、毎日コツコツ歩いては GST が溜まり次第ミントをされる日々を送っているとのことでした。今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。あ、改めましてルフです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。すいません、ちょっと画面共有させていただきます。お願いします。改めまして、生声のライブってちょっと初めてで、聞き取りづらいところとかで、ね、ちょっと噛み噛みになるかもしれないですけども、ご容赦ください。プロフィールは先ほどミオさんにご紹介いただきました通りです。で、まあ、一つ付け加えるとですね、図解ってあくまで趣味でやってまして、単純に普通に一般人なんで、まあ、そんな自分が、このステップの日本のね、公式トークライブの第1回ゲストっていうことで、ちょっとお話しだてた時に気軽に受けちゃったんですけども、本当に良かったんかなってちょっと困惑しております。まあ、ただせっかくの機会ですんで、自分も楽しみながら話していきたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。で、趣味の図解ブログの方なんですけども、これ先ほどおっしゃっていただいたように、2018年の12月から一応実施しておりまして、で、基本的には好きな本を図解にするっていうのが多いんですけども、まあ、先月ですね、ステップハマりまくっているときに、そのステップの図解記事を上げましたら、めちゃくちゃ反応がありまして、まあ、ブログ上げて1ヶ月ぐらいなんですけども、その間に1万人ぐらいの方に見ていただいてます。僕の記事だけでもこんな状態なんで、まあ、これだけ今、ステップの注目度が、高いということがよくわかるなと思っております。で、私がステップを知ったきっかけっていうのは、ここにおられるメタックスさんの YouTube からです。で、知ってからですね、すぐルールを調べて、2日後に始めまして、で、実際に自分でやってみたらやっぱりすごく面白かったんで、これは流行るだろうなって思ったんですけども、もうやっぱ流行るだろうなって思って、周りの人に勧めたいなって思ったんですけど、これちょっとシステムを文章で説明するとめちゃくちゃ怪しいなと思って、まあ、最初に仮想の靴を、10万円で買って、歩いたら暗号資産がもらえて、まあ、それを日本円に貸して稼ぐみたいな、もう明らか怪しさしかないっていうんで、まあ、ちょっとでも、なんていうか、わかりやすくするように、まあ、作ったのがこの図解になります。で、最初に、申し上げときますと、僕の図解に関しては、基本、商用利用は NG で、一部切り取りで、転載は NG なんですけども、まあ、ページ丸々転載していただいたりとか、印刷して配っていただいたりとかは全く問題ないんで、まあ、ぜひ、ステップを広めるためにですね、使っていただければと思います。問題なく聞こえてますよね。大丈夫ですよね。聞こえております、はい。はい、ありがとうございます。で、じゃあですね、その図解をベースにちょっとステップの概要を説明させていただきます。多分皆様にとっては、もうすでに知ってるっていう情報も多く出てくると思いますが、まあ、あくまでこれから始める方用の資料になりますんで、ご了承ください。で、一応今日話す内容は、ここに書いて、書かせていただいている順番になります。で、まあ、それでは上から順に説明させていただきます。ちょっと待ってくださいね。メインの方も上げさせてもらいます。はい。じゃあ、まずね、ステップンとは、何でしょうかっていう内容なんですけども、まあ、僕の言葉で、申し訳ないですけど、一言で言うとしたら、今のところはお金を稼げるエクササイズアプリかなというふうに考えてます。で、まあ、今後さまざまな形で進化していくっていうことは聞いてるんですけども、まあ、現時点ではこういう理解をしています。でも全体の流れとしては概要下の図になります。詳細な手順とかはちょっと順次説明していきますので、ここでは省きますね。で、お金を稼げるっていう点で、まあ、多分、
一番気になるのがいくらぐらい稼げるのっていうところだと思うんですけども、まあ、経験者の方よくご存知かと思うんですが、まあ、これはステップにかけたお金と時間によるんで一概には言えないんですけども、まあ、ツイッターとかで検索すれば多分すぐに出てくると思います。で、ちょっと、まあ、とはいえっていうところもあるんで、ちょっと画像を出させてもらいます。すいません。これちょっと見えてるかな。これがですね、僕のブログの方にも書いてるんですけども、僕自身の、スタートしてから2週間ぐらいの実績になります。ちょっと先計算してまして、まあ、初期段階って言ってたんかなっていうのを計算してたんですけども、おそらく毎日、まあ、約4000ぐらいの稼ぎになるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、主目的っていうのは、あくまでも健康のためっていうことで、それを目的にしていただくのが正しいんですけども、まあ、ですね。大丈夫ですかね。ですけども、まあ、やっぱモチベーションとそこは直結するんで、およそ、まあ、大体始めたばっかりのところに4000ぐらい稼げるよっていうことは、確認したり、まあ、ツイッターで見ていただいたりしたらいいのかなというふうに思います。はい。では次のページいきます。よいしょ。伸びてるね。はい、見えましたかね。ですね、まあ、ステップを始めるのに、じゃあ何が必要なのっていうことで、まあ、これもやった方はもうご存知だと思いますが、まずはスマホですね。で、あとスニーカーを買うお金、それと暗号資産を扱う最低限の知識っていうところだと思います。で、暗号資産を扱う最低限の知識っていうのは、まあ、若干ハードル高そうなんですけども、まあ、このあたりは、実際にやり方がたくさん動画とかブログに出てますんで、まあ、それ見ながらやればそんなに難しくないと思います。まあ、僕も暗号資産はほぼ素人ですけども、まあ、実際にすぐできましたし、まあ、それでも、結構入ってんな。はい。しましょうか。はい、まあ、そこ、もし分かんなければコメント入れたり、ディスコードで聞いたら、みんな助けてもらえると思いますんで、お願いいたします。はい、すいません。まあ、ごめんなさい。ここの、まあ、実際の、入り方に関しては、皆さんもよくご存知だと思いますし、さっきも言った、いろんな動画とか、ブログがあると思いますんで、ここではちょっと詳細は省かせていただきます。です。まあ、ステップン、あ、まあ、アプリダウンロードしてですね、必要な暗号資産も入金しましたっていうところで、まあ、いよいよ靴を買う作業になると思うんですけども、これはまあ本当に楽しくて緊張する作業だと思ってます。僕も自分のことを結構思い出してたんですけども、まあ、今の靴が最安で多分10万円前後なんでかなり高価ですし、まあ、僕が買ったのはもうちょっと高めの靴を買ったんで、まあ、約40万ですね、当時で。で、デジタルのもので、こんなにお金突っ込んでいいかな、みたいなのを、やっぱりすごく悩んだし、緊張したんですけども、まあまあ、多分皆さん、最初は同じ、思いなのかなというふうに思ってます。で、すみません、話それちゃったんですけども、靴の選び方に戻らせてもらって、まあ、何足も買われた方はよくご存知かと思うんですけども、初めての方で、ちょっと情報量多いかなって思うんで、もう確認するポイントは3つだけだと思ってます。まあ、種類とですね、ミントした回数、それと靴のクオリティですね。僕はもうこの3つだけで、基本的には選んでます。まあ、一番重要なのが種類。で、2番目がミントした回数。3番目が靴のクオリティですね。まあ、それぞれ後ほど詳しく説明するんですけども、結構ツイッターとかで、いわゆるステータスのとこですね、4つの数字。これが、まあ、高い方がいいっていうのは、まあ、これ間違いないんですけども、ただ、その高いものを求めるために、結構ソルが高いものを選ぶみたいなのは、ちょっと僕的には、まあ、そこまでじゃないかなと思ってまして、まあ、僕はそれほどは気にしてません。でただ、そこは考え方なので、気になる方は数値を確認しながら選んでいただいた方がいいと思いますし、まあ、高価な買い物なんで、デザイン含めて気に入ったものを選ぶっていうことが重要かなというふうに思います。こちらですね。まあ、今言った項目を一つ説明していきますね。まあ、まずは種類ですね。まあ、これは、
ステップで稼ぐ上で一番重要なところだと思うんですけども、まあこのアプリは今ですね、稼ぐためにはまあ立ち上げて、実際に屋外で歩くか走るっていうのをしなきゃいけない。まあ実際やられてる方は当然ご存知なんですけども、実際に運動する必要があります。で、その際に、運動するスピードによってですね、靴の種類が変わってきます。だから、まあ、この図解のちょっと左側見ていただきたいんですけども、ここですね。種類としては4つありまして、まあ、ウォーカー、ジョガー、ランナー、トレーナーと。で、ウォーカー、ジョガー、ランナーはそれぞれ獲得できるスピード帯が違います。まあ、例えば、ウォーカーだったら時速1から6キロでしか稼ぐことができないと。ジョガーは4から10、ランナーは8から20と。この範囲外では、運動しても稼げませんと。で、例えば、まあ、今まで運動したことがない方が、まあ、安かったっていうことでランナーの靴買われるとですね、まあ、最初10分、15分はいけると思うんですけども、その立ててエネルギーをたくさん貯めれるような状態になると、結構やっぱり運動継続できないっていうケースもあるので、まあ、自分の、ライフサイクルとか体力に合った靴を選ぶっていうのは多分一番重要かなと思います。で、4つ目に紹介したトレーナーっていう種類は、まあ、これが一番いい靴で、時速的には1から20の範囲、どれで走っても OK っていう靴なんですけども、まあ当然その分高くてですね、まあ、ちょっと今朝見てたんですけども、最安値のランナーが今朝で大体10万ぐらいだったんですけども、トレーナーだと、17万ぐらいということで約 1.5 倍ぐらいだと思います。2つ目に話をした、ミントの、回数ですね。これはちょっと後ほど説明しますので、先に3番目 の靴のクオリティについて説明させてもらいます。概略がですね、右上の部分に説明させてもらってます。まあ、こちらですね。はい。まあ、クオリティに関しては、多分皆さんもよくご存知だと思いますけども、右上の部分に説明させてもらってまして、まあ、クオリティが高いと、それなりに得点があるということで、例えばレベルを上げたときにステータスに加算できるポイントが高いとか、まあ、1日に稼げる時間が長いとかですね、になります。ですので、できるだけ高いクオリティのものが欲しいっていうのは間違いないんですけども、クオリティが1つ上がるごとに購入単価数倍になるんで、まあ、これはもう、だから最初に、間違って買ってしまうということはおそらくないと思います。まあ、例えば、ちょっと今朝も、これも見てたんですけども、一般レベルのコモンが11万に対して、アンコモンが37万ぐらいだったんで、まあ、約3倍ぐらい。まあ、なので、間違っても買えませんっていう状態なんですけども、ただ、最初から、まあ、アンコモン買うつもりで予算に準備されてる方が、いう方がおられたら、ここはしっかり、まあ、押さえておいた方がいいかなと思います。あと、ま、ついでに、ちょっとエネルギーシステムについても説明しますけども、ここの下の部分ですね。はい、まあ、このアプリで、運動すれば稼げるって言われてるんですけども、何時間でも稼げるわけじゃなくて、まあ、1日何分稼げますよっていう時間制限がありますと。で、この時間が、ま、エナジーとして表されていて、1エナジーで5分稼げますと。例えば、最初、コモン1速でスタートしたとすると、エナジーは2ですね。1日、10分稼ぐことができますと。ここですね。で、まあ、ただそれが、まあ、そのエナジーを増やそうとすると、靴をたくさん持つか、クオリティの高い靴を持つか、まあ、どちらかなんですけども、単純に、まあ、この2つしかなくてですね。だから例えば、最初にコモンじゃなくて、アンコモンを買うと、靴の数は、エナジー2に、靴の数のエナジー2に加えて、アンコモンボーナス1のエナジーがつくんで、1日3エナジー、まあ、15分稼ぐことができますと。まあ、その分、稼げる金額も増えますという状態です。でまあ、ちなみに、そのスニーカー買った直後はエナジー0の状態なんで、これらがまあ貯まるまでは稼げないということで、ご注意くださいと。はい。はい。じゃあ、次にですね、まあ、スニーカーの準備も終わりまして、エナジーも貯まったということで、じゃあ、いよいよ運動ってなるんですけども、まあ、最初の画面で、ホーム画面で緑色のボタンを押せ、スタートボタンを押せば開始できます。まあ、よくご存知だと思います。で、運動するときの注意点としては、もう細かいことはいろいろ本当にあるんですが、まあ、一つだけ、もうめっちゃ当たり前のことなんですけども、アプリに気を取られてですね、怪我することがないようにご注意くださいっていう、もうこれだけが一番重要なことだと思います。やられた方ならわかると思うんですけども、実際、まあ、画面開けてると1分ごとにチャリンって音がして、まあ、その度にいくら稼げるかっていう、稼げてるかっていうのがすごい気になるので、
まあ、それをですね、つい見てしまうと。で、まあ、それによって怪我をしたりとかしてしまうと、せっかくまあ高い靴を買ったのに、翌日から運動できなくて1円も稼げないということになってしまいますし、まあ、当然非効率なんですけども、それより何より痛い思いをしてしまって、もう散々になってしまうんで、まあ、最初の頃はすごく気になるとは思うんですけども、途中は必ず周囲の安全を注意するというのに、まあ、これが一番重要かなと思います。まあ、あとは、結構獲得、思ったより獲得 GST が少ないと、ストレスになっちゃうので、まあ、できるだけ最適な速度を保つとかですね、あと止まるとき、信号のときは一時停止ボタンを押すとか、まあ、あと最近は Wi-Fi を切るとかは僕やってます。で、まあ、その辺で、まあ、もし何か質問があればですね、例えば、昨日と今日でえらい違うみたいな話があれば、ディスコードとかツイッターで質問されると、まあ、ステップンやってる方は本当に優しい方多いんで、まあ、誰か答えてくれるんじゃないかなと思うんで、聞いてみたらどうかなと思います。ね、じゃあ次、ステップンの最大のイベントであるミントについて説明します。ミントってあまり馴染みない言葉だと思うんですが、まあ、ステップ内では、自分の持ってる2足のスニーカーを掛け合わせて新しいスニーカーを生み出すっていう作業になります。で、条件は、まあ、2つスニーカーがあることで、レベルが5以上であることで、購入後とかミント後に48時間経過していることとかもあるんですけども、まあ、一番やっぱりハードルが高いのはこのミント費用だと思います。で、まあ、顧問同士の掛け合わせで、最低 200GST、日本円で言うと約8万円ですね。これが必要になるんで、まあ、決して生み出すとは決して安くないと。で、まあ、ただ、それによってですね、世界で一つだけの新しいスニーカーが生み出せるってなったら、やっぱやってみたいっていうのが、まあ、本心だと思いますし、まあ、機会があればぜひやりたい。まあ、みんなの多分欲求だと思います。で、あとですね、生み出すときに、まあ、ガチャの要素が結構ありまして、1回で、1回のミントで、2つ出てくる、まあ、いわゆる双子って言われるやつとか、まあ、コモン同士でもアンコモンのスニーカーが生まれたりっていうこともありますと。だからこの辺がやっぱりみんなミントが好きな理由なんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみには僕は今歩いて、まあ、200GST を貯めてミントして、そのミントした、ミント後の、2になった靴を売るっていう形で、まあ、原資回収を実施してますと。まあ、通貨のレートにもよるんですけども、まあ、そういった意味ではそのミントして、回収していくっていう、まあ、投資の観点からも、まあ、ミントはそこそこ効率的なんじゃないかなと思います。で、結構この双子とかですね、アンコモンの動画とか、まあ、写真が最近ツイッターによく出てきてて、すっごい羨ましく見てるんですけども、僕は初期、今までコモン10回以上してます、ミント60回以上してますけども、1回もこういうことはないんで、まあ、出されてる方がすごいラッキーなのか、もしくは、まあ、氷山の一角でたまたま出てきたやつが出てるのか、ちょっとその辺がわからないんですけども、多分、そんなに確率は高くないのかなっていうふうに思ってます。で、そうですね。で、ですね。はい。じゃあ、ちょっと詳しく話しますね。このミント費用のところ、ちょっとこう見にくいんですけども、こちらに書いてます。で、例えば、顧問同士だったら、最初のところは、最初の1回目は100、プラス100で200になります。で、まあ、さっき言った8万円くらいかかりますということですね。で、アンコモン同士だと、この400足す400になるので、まあ、800になります。まあ、このあたりになると、ちょっともう日本円で言いたくないんで、もやめときます。で、あと、ミントに関しては、1回1の靴で最大7回までになってます。で、回数が増えるたびにミント費用も上がります。ただ、1回目と2回目は、ここに書いてる通り、同じ金額になります。で、マーケットの靴売り場でですね、レベル5のミント2の靴が多いのはこのためで、M2 まで終わったらもう売っちゃおうっていう、まあ僕もそうなんですけども、そういう、人たちが多いと。っていう状態です。で、ミントをしますと、ミントこういう画面でやるんですけども、ミントをしますと、中央のこういうシューズボックスっていうものが生まれまして、まあこれを開封して初めてスニーカーが誕生する。で、それぞれの工程でガチャの要素があるんで、それをちょっと次のページで説明します。はい、シューズボックスの方なんですけども、このシューズボックスの出現率っていうのを左側の指標にまとめてます。で、でそこから生まれるスニーカーの出現率が、こっちの右側の上の表にまとめてます。で、コモン同士でしたら、まあ、この一番1行目なんですけども、シューズボックスはコモンのシューズボックスが生まれます。
で、このコモンのシューズボックスから、が、ここですね。すいません。右側の表、上の表の1行目、コモンシューズボックスのところですね。コモンのスニーカーが生まれる確率が 97% なんですけども、3% だけ、アンコモン、一つ上のクラスの、スニーカーが生まれる可能性があります。まあ、こうなったら、ミント費用、まあ、あえて日本円で言うと8万円ぐらいで生み出したスニーカーが、まあ、50万円ぐらいで多分スニーカー売れると思うんで、まあまあ、非常にまあ、まあ、回収率が高い状態になります。で、ただ、ガチャの要素としては逆もありまして、アンコモのシューズボックスからは 25% はコモのスニーカーが生まれる可能性があります。まあ、そうなったらもうかなりへこみますね。ミントの費用が 800GST かかるんで、まあ、全く回収できないみたいな状態になります。で、ただこのアンコモンのシューズボックスからは、アンコモンの上のレアが 2% 生まれる確率がありまして、もうそうなったらちょっと、多分金額的にはちゃんと見てないんですけども、車が買えるレベルのスニーカーだと思うんで、まあ、そっちのロマンにかけるのか、もしくは着実に行くのかっていうところは、もう多分この辺がこのゲームの戦略性じゃないかなって思ってまして、ご自分のですね、性格と合わせて、このあたりはもう本当に楽しみながら検討していただければいいのかなって思います。で、あと、ちょっとさっき説明してましたウォーカーとかランナーとか靴の種類に関してなんですけども、これがちょっと右側の下に書いてまして、基本的には同じ、種類の組み合わせであれば 85% は、同じ、その種類の靴が生まれます。まあ、ちょっとトレーナーだけは違うんですけども、これはもう4種類どれが生まれるか分かりませんという状態になります。で、まあ、ここはちょっと運の要素が強くなります。はい、ミントに関しては以上ですね。じゃあ次のページ行きます。はい。これ最後の項目になります。すいません。これ僕がちょっとどうしても触れたかったんで申し訳ないです。ネガティブな話かもしれないですけど、税金のことになります。特にね、僕みたいな暗号資産初心者の方、これめちゃくちゃ重要だと思ってまして、まあ、このスライドをまずご覧いただきたいんですけども、最初にスニーカー3足、30万円として買いましたと。でですね、頑張って雨の日も風の日も毎日歩いて、1日も6000円稼ぎましたと。で、50日稼ぐと、30万ですね。はい、30万稼げましたと。で、やっとまあ最初に払った30万が手元に戻ってきたと。日本円に両替して、これでプラマイゼロです、めでたしみたいな、こう考えてしまう方も結構おられるかもしれないんですけども、今はまあ僕らの考え方としてはこれは違うと思ってます。今回の例で言うと、毎日の6000円。まあ、つまり30万がですね、丸々課税対象になるというふうに考えてまして、まあ、20万円以上の所得になるんで、ここで辞めたとしてもですね、来年の3月にまでには確定申告をしなきゃいけないということになります。もしね、同じ条件で1年、全く同じレートってことはないんですけども、まあ、それで稼いだとしたら、6000が365日なんで、約220万の所得になります。当然、確定申告はいりますし、社会保険の扶養のボーダーライン、これ結構、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、130万になるんで、例えば主婦の方がこれを軽い気持ちでやって、1年間やってしまうと、この扶養のボーダーが超えちゃうということになります。で、この認識持ってないと、ちょっと皆さんとか皆さんの配偶者の方が最終的に困ることになりかねないんで、ちょっと一旦情報として入れさせていただきたいと思います。まあ、稼げるっていうことから、まずやってみようって、もうこういうスタンスはね、すごく大事だし、僕も結構すぐ走る方なんで好きなんですけども、ただ、このあたりの事情っていうのは事前に知っとかないと、まずいと思ったんで、あえて紹介します。はい。で、今申し上げたような、税金の考え方ですね。これは、ご存知の方も多いと思うんですが、ディスコード内の、税金対策室というところで、一般的な考え方を掲載しています。で、まあ、それを一部まとめたのがこの図解になります。過去に税理士さんも交えてですね、議論させていただいて、まあ、その考え方をベースに図解にしてます。ただ、まあ、ちょっと、今、打ち合わせしてる中でもうちょっと修正いるかなみたいなところもありますんで、このあたりは随時、税金対策室か、税金対策室とですね、私のブログに両方アップするようにします。で、税金対策室を利用される際に、ちょっとすいません、3点お伝えしたいことがありまして、1つ目ですね、まあ、ちょっとご理解いただきたいのは、今まだこのステップンの税制については、明確な答えがないんですね。ですので、税金に対して正しい答えが今僕らは持ってない状態になります。で、まあ、何が正しいかっていうと、実際に税務調査をされる税務職員の方、
の考え方がルールになるっていうふうに僕は聞いておりまして、すいません、認識間違ってたらあれなんですけども、で、まあ、要は僕らが何言ってもですね、その税務調査担当の方がこういう考え方ですよって言われたら、まあ、この納税額じゃ足りませんよって言われたら、それに従うしかない状態になります。だから、今重要なのは、いろんなことを記録していこう、ね、いくっていうことが重要かなというふうに考えています。で、まあ、そういった事情からですね、今ちょっと、僕らも、ですね、その税金対策室のメンバーも、具体的な事例に対して断言すると嘘つきになっちゃうかもしれないので、断言できないんですね。ただ、過去に、さっき言った税理士さんにも入っていただいて、一般論としてまとめた考え方っていうのはあるんで、まあ、その考え方であれば、おそらくこう考えていいんじゃないかなっていう内容をまとめてますんで、まあ、それほどずれてないかなっていうふうに思っています。で、すいません。注意点の2つ目ですね。税金に関してなんですけども、すいません。具体的なアドバイスって、実は税理士さん以外はやっちゃダメっていう法律がありまして、まあ、具体的なことを聞かれても、僕ら答えちゃうと法律違反になっちゃいますと。具体的に、こうですって言い切ることができないっていうのは、まあ、その理由もあります。で、ただですね、まあ、ごめんなさい。法律ぼかすつもりは全くないんですが、まあ、さっき言ったように、ステップやるときに、儲かるから入っちゃって、税金のことを、理解せずにやっちゃうと、後で困る方が非常に出ちゃうと思ったんで、まあ、こういう税金対策室みたいな制度を作らせてもらってます。だから今話している内容をぜひご理解いただいた上で、うまく使って、税金対策室を、すいません、うまく使っていただければというふうに思います。で、3つ目ですね。これはまあ、この対策室だけじゃないんですけども、まあ、質問する前に、ちょっとピン止めとかね、必須コメントっていうのを確認いただければというふうに思います。ピン止めって、まあ、それまでの内容で重要と思われることとか、そのスレッドのルールを集めたものになるんで、まあ、そこ見ていただけば書いてることも結構ありますし、あと、まあ、検索窓に自分で検索したいワードを入れてもらえば、まあ、過去に同じような質問がなかったかすぐにわかるんで、まあ、当然、皆さん考える中で、過去に考えたことがある質問も多数ありますし、まあ、多くの方が答えるケースもあるので、まあ、そこは検索していただければなと思います。はい。で、あと、まあ、ごめんなさい、もう一点追加で言うと、よくね、これって大丈夫ですかねとか、これってどうしたらいいですかねって聞かれることあるんですけども、すいません、できたら、僕はこう考えるんですけども、これって正しいですかねとか、他の考え方ありますかねみたいな、ちょっと自分の考え方を入れていただけると、こっちも回答しやすいなっていうふうに思いますんで、まあ、ご理解いただければと思います。すいません、僕、税理士じゃないし、暗号資産についても素人なんで、まあ、すいません、これは個別で、すいません、DM をいただいてもちょっと受けできないです。で、あと、まあ、たまにですね、ステップの戦略についても質問、DM いただくんですけども、まあ、これも基本的にはちょっと受けしてないんで、もし必要あったら、Twitter で入れていただくとか、まあ、オープンの場で入れていただければというふうに思います。はい、先ほどいろいろ話した内容ですね、まずごめんなさい、こちらが、おすすめの URL の QR コードになってます。で、今僕が話した内容、実はシナリオを作って書いてあるんですけども、まあ、それをブログにしてるのもあるんです。今日の9時になったら、ブログ開くようになってるんで、その一番上の、左側の一番上の QR コード読んでもらったら、今話してる内容と、まあ、若干違うかもしれないですけども、それと図解、両方とも出てくるようになってますんで、もし確認されたい方は見てください。で、あと左側は僕のばっかりですね。で、右側、こちらは僕がすごく好きというか、参考にさせてもらってる、参考にさせてもらったブログとか動画になります。ですので、こちらもぜひ始める方、まあ、見ていただいた方がいいかなと思います。特に英語得意な方は一番下のね、ホワイトペーパーとか英語で見られたらいいんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、すいません。そうですね。まあ、ステップンって、まあ、運動して健康になれるっていうことと、あと、お金稼げるっていうこと。で、あと、まあ、暗号資産とか NFT って新しいテクノロジーにも触れられるっていうことで、非常に素晴らしいアプリだなっていうふうに思ってます。まあ、だからこそですね、今、急激に拡大しつつあると思うんですけども、ただ、まあ、その分、詐欺とかも急激に増えてますし、最近たまにルール違反のツイートとかもね、見るようになってきました。なんかちょうどね、多分この時期だと思うんですよね。参加者全員の方の意識が、まあ、非常に重要なタイミングだって思うんで、まあ、ルールを守りながら、当然自分も楽しみながらですね、人に優しい経済圏っていうのに近づいていければいいなって思ってますので、
ぜひ、今日聞いていただいた方含めてですね、みんなで楽しみながら盛り上げていきたいというふうに思っています。すいません、長時間ご清聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お帰りなさい。ただいま帰りました。はい、メインパーソナリティの一人が帰ってまいりました。ですね、これは事情を説明した方がいいんですかね。一応。ですね、先ほど、まあ、よかれと思いましてね、皆さんに対して、このボイスチャンネルのリンクを送ろうとしたんですよね。そしたら、ちょっと2連続でリンクを貼ってしまったがために、僕は、ステッペンからバンを食らいました。はい。はい。ポットコバンタロウでございます。バンタロウさん、どこから聞きました？多分前半25分ぐらいね、何も聞いてない。なるほど。今ですね、はい。図解師ウルフさんからですね、アプリの基本的なこう画面の見方だったりとか、使い方だったりとか、はい、まあ、こういうシステムだよということを全部ご説明いただいて、で最後にですね、はい、まとめを発表していただいたところなんですけれども、あと税金周りのこともですね、はい、合わせてお話しいただいて、はい、で最近起きている、はい、ちょっとね、詐欺 DM とかのことについても触れていただいて、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます、本当に。ですね、まあ、皆さんもこれちょっと注意していただきたいんですけど、変なリンクとかですね、僕の場合は今回、変なリンクじゃなくって、ちょっと運営の方にすぐ連絡を、何人かの方にはご協力をいただいた上で、無事、25分でバンから復帰できたんですけども、こういうことをやってしまうと、永久に見れなくなってしまう可能性もありますので、ちょっと気をつけてください。っていうのと、あともう一点ちょっと皆さんにお願いしたいことがありまして、皆さん、マイクの設定をちょっとご確認いただきたいんですけども、今、マイクにスラッシュが入ってらっしゃらない方が何名かいらっしゃるんですけど、今日今この放送してる中身っていうのは全部 YouTube で流れますので、マイクがオンになったままになってると、このままちょっと全部、YouTube に載ってしまうので、皆さんちょっと一度、マイクの設定ご確認いただいて、必ずマイクが、赤のスラッシュになっていることをちょっとご確認いただきたいなと思います。で、そうです。マイクがそのオンになっている方を選択していただくと、個別で全部ミュートすること自体はできるので、それはちょっとお願いしたいかなと思います。ご本人様気づいていただいてミュートしていただいている方、すみません、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。ほとんどの方は大丈夫だと思うんですが、もうすみません、ちょっと定期的にこれはアナウンスさせていただきますけども、マイクはちょっとミュートにしていただけますと、非常に助かります。よろしくお願いします。はい、すみません。というわけでですね、とっとこばん太郎がちょっとやらかしまして、本当にご迷惑しました。すみません、初回から。で、今ですね、そのウルフさんのご説明を聞いていただいて、資料等々をご覧になって、すごい分かりやすくね、まとめてくださってるんで、私はもうアプリを使って1ヶ月ぐらいになるので、あ、これだったらすごい分かりやすいなと思ってるんですけれども、始めてすぐの方とかね、もしかすると、ちょっとここ聞いてみたいなとか、ここってもうちょっと詳しく知りたいなというの出てくると思うんですよね。そういった質問がもしございましたらですね、こちらのカジュアルトークルーム雑談部屋の方でですね、質問をお出しいただければなと思います。初心者部屋の方で。ごめんなさい。初心者部屋、初心者質問の部屋の方でお願いいたします。ごめんなさい。そちらですいませんが、お願いいたします。全然、どういう質問でも大丈夫なので、ぜひ皆さんどんどん書き込んでいただければと思います。僕とミヨンヌでどんどん拾っていきますんで。よほどね、突っ込んだ戦略的なこととかでなければ、
いけるのかな。あ、全然大丈夫ですよ。戦略的なことでも。本当ですか？はい、大丈夫です。ただ、僕が答えられるかどうかわかんないですけどね。あ、ありがとうございます。ああ。あ、来ましたね。靴の各能力の説明をしてほしいです。特にまだ実装されていないコンフォート。あー、なるほど。あ、間違ってたら言ってくださいね。はい。これどこ見たらいいかな。これか。これ、あれ、対応するホワイトペーパーのページとか貼ってった方がいいですかね。ああ、それができたら神やぞ。それできたら神やぞ。今ちょっと画面出てると思うんですけども、まあ、あの、上からエフィシエンシー。これが、GST を稼ぐためのパラメーターですね。で、ラック。こちらは、基本は、あれですね、ミステリーボックスを拾うっていうのが、まあ、このラックと歩く距離に比例する。まあ、比例するというか、するって言われているので、まあ、それと、あと、まあ、ごめんなさい、他の要素ちょっとわからないですね。で、あと、ごめんなさい、英語に書いてあるのに、カムフォートですかね。こちらは、あの、今の時点ではまだ開発中というか入ってないんですけども、今後の GMT、なんていうんですか、ガバナンストークンっていうんですかね。そうですね、ガバナンス、はい。はい、そっちの方を拾うための、まあ、拾う、マイニングするための、パラメーターっていうふうに言われてます。で、あと、レジリエンス。こちらは、スニーカーの耐久性ですね。だから、例えば稼いだ分だけスニーカーが消耗するんですけども、それを、少なくするっていう影響があります。すみません。以上だと思ってます。すみません。十分かなと思います。で、私の方からですね、公式のステペンが出しているホワイトペーパー、このアプリの説明書の中にですね、一応説明がある項目だったので、それについてですね、ページを貼らせていただきましたので、合わせて読んでいただくと、まあ、よりわかりやすいかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。では続きまして。続きましてですね、靴一足なんですが、できることはレベルマックスにすること以外、何かありますかね？という質問が来ております。そうですね。でもレベルマックスするしかないですかね。ただあれですよね。一足でその GST 稼げる量も限られてくるんで、どこのレベルまで上げるかっていうところで、多分9で止めたりとか19で止めたりとかされる方が多いと思うんですよね。その10刻みのところがかなり、例えばあれ何もでしたっけ？レベル10って言ったら50いるんでしたっけ？レベル10は80だったかな、80でしたっけ、確か、はい、それの前で止めて、まあ、稼ぎとのバランスを見るみたいな方は多分多いと思います。はい、すいません、こんな感じですね。まあ、あともうこれ完全な精神論なんですけど、靴一足の場合の方でもできることというよりもあれっすね、10分でもいいから運動することを楽しむっていうことと正直靴一足で、まあ、例えばレベル9だとするんですけど、今の GST レートで言えば、10分歩いただけで約3000から4000稼げるんですよ。そうですね。って考えると、あまり高望みをしなければ、全然楽しいと思います。なので、ちょっとの時間でお小遣いがもらえるっていうことを、ちょっと念頭に置いて、歩くだけで、全然すること以外があるっていうよりは、まあ、その時間を楽しむっていう感覚ですね。先進論なんですけど。いや、でもそうですよね。そうやってちょっと気持ちを持っていくと、あんまり焦らないです。そうですね。そういうなんかマインドにも自分が持っていけば、だいぶ変わるかなとは思います。はい、ごめんなさい、一つ訂正をさせてください。そうよね、うん、主査そうよね。レベル10は30 GST です。すいません、はい、ものすごい嘘をつきました。レベル20が80でした。失礼いたしました。はい、あとちょっとヒリヒリさんから、貯めた GST をソルにしてもソルにして靴増やす。そうなんですよね。例えば、まあ、この界隈の方なんで、例えば3足持ちだとか9足持ち、15持ち、15足持ち、30足持ちの方、まあ、多分いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、それぞれ皆さん多分資金力が違うと思うんですよね。例えば最初の原資を10万円ちょっと。で、始められる方もいれば30万円、あとはまあ100万円とかね、
ぶち込む方もいらっしゃるんですけど、まあ、その自分が、最初に入れた金額、自分ができる限りの金額でやれることをちょっとずつやっていくっていうのを自分で考えながらやっていくっていうのがいいですね。なんでちょこちょこ増やすにしていっても、今だったら大体そうですね、3日ぐらいで1トルぐらいは多分増やせると思うんで、1ヶ月で全然靴1足分ぐらいにはなると思うんで、別にそんな焦ってやることでもないので、小さく小さくコツコツやっていくのがいいかなとは思います。ね、なんかすごいこういろんなツイートとか流れてくるんで、やっぱり比べちゃいますよね。いや比べますよ。いや、あんこの双子とかレアが出たとか、なんなん、わかります、はい、いや羨ましくなりますよ本当に、はい、おっとカエルさんもすごいいい資料を出してくれましたね。でも助かります、助かります本当に、皆さんありがとうございます。あ、続いてちょっとじゃあ質問いきますね。次のお願いします。はい、レベルアップしたポイントを振り直しできる機能がつくかもしれないという話を見たことがあるのですが、いつ頃実装されそうとか最新情報ありますでしょうか。これはウルさん、そのまま答えてもらってます。答えわかんないですね、はい、ですよね。はい、ですね、これに関しましては、一応レベル30に達したときに、ポイントの振り直しであったり、あとはその GST を稼ぐのか GMT を稼ぐのか選択できるようになるっていうのはホワイトペーパーに一応記載はあるんですけども、今のところその GMT っていうのが、まだね実装されていない状態なので、ここに関しては今日の22時から開催される AMA ですね。で、別に今日それが発表されるわけではないと思うんで、で公式の方からは、15万人ツイッターフォロワーが達成したときと20万人フォロワー達成したときに情報をどんどん出していくよっていうのをすでに出していますので、その時までちょっとお待ちいただくのがいいかもしれないですね。はい。また生活音の方がちょっと聞こえていますのでね、皆さんちょっとマイクの方ミュートにされていない方がいらっしゃいましたら、ぜひちょっとご確認をいただいて、ミュートの方をお願いいたします。協力の方でよろしくお願いします。これこっちからできないですか。意外と気づかないんでね、できないんですか、ね、ちょっと一度画面を見ていただいて。これはですね、ちょっとサーバーの権限が私たちにはないので、そうなんです、これはご自身でちょっと設定していただかなきゃいけないっていう、そうです、個々人でミュートにしていただくより他がない状況でございます。はいですね、ちょっと時間がもうあれですね、だいぶ押してるんですけど、うん、そうですね、ちょっと今まだ入力中の方がいらっしゃるのでちょっとだけお待ちしようかな。まあ、この後ちょっと22時からね、運営の方からの AMA があるので、ぜひ皆さんそちらの方も聞いていただきたいなと思います。これ AMA は絶対聞いたんですよね、うん、そうですね、まあ、英語だしなんですけど、同時通訳でね、すごいしてくださるんで、そこでちゃんとわかりますし、すね、僕はやっぱりこれハマったのって、2月12日の日本語の、日本での AMA 聞いて、ものすごいハマったんですね。はい、運営の考え方しっかりしてんなっていうのとかね。うん。だからそれはやっぱりすごい勉強になるし、まあ、これからのことを、はい、まあ、一応やっぱりね、投資案件なんで、そこは気にした方がいいんちゃうかなとは思いますね。はい。はい。なので、お時間の許す方は、もうこの後もね、ぜひ、AMA 聞いて、こう、今後、運営が何をどうしたいのかっていうのをね、聞いた上で、こう、これからどうしていくのか、ご自身のことも考えたらいいんじゃないかなと思っています。はい。ですね。待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。質問。じゃあちょっとあと、じゃあもう、この3つだけ、ごめんなさい、2つだけですね。2つだけちょっと聞きます。はい。
じゃあ、ゴリラさんからの質問です。図解師ウルフさんのメガネはどういうふうに固定されてるんですかっていう。いや、考えたことなかったですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、では、最後ですね。まだ靴持ってないんですけど、初期投資のお金がないと始められませんかっていう。最後、この質問でいきましょう。はい。すみません。始められないですね。始められないというか、あることはできるんですけど、稼げないですね。CC レモン飲む？飲む。CC レモン。はい。はい。まあ、ただですね、そうなんですよ。本来、その初期投資のお金がないと、今は始められない状況ではあるんですけども、ディスコードの方とかですね、この運営の方が、NFT シューズのギブアウェイ企画をたまにやったりもしているので、まあ、そういったところでちょっと、チャンスをつかんでいただくっていう形もできますね。はい。というわけでですね、ここでウルフさんへの質問を、打ち切らせていただいて、ちょっとすいません、最後、駆け足になってしまうんですけども、バベさんいらっしゃいますか？バベさん出られますかね？はいはい。バーベさん、お待ちしてました。はい。バーベさん、聞こえてますよ。次です。こんばんは、皆さん。クリプトバーベキュー、バーベプトです。はい。いつもですね、よろしくお願いします。ブログの方でお世話になっております。魔界でもお世話になっております。というわけでですね、最後になんですけど、ここまで最後まで残っていただいた皆様に、バーベさんの方から、とんでもない告知をします。はい、お願いします。今日なんか180人ぐらい、さっきちらっと見ましたけど、来られて、今聞いてらっしゃるということだったんで、すごい、皆さんね、デップンのことについてすごく興味が、たくさんあるということだと思うんですけど、これがさらにちょっと盛り上がる告知を、一つする前に、まずちょっと私ですね、ステップン公式アンバサダーに、先週かな、ちょうど1週間前ですね、19日にアンバサダーになりまして、ちょっと軽くだけそこの紹介させてもらってから、ちょっと本題の方に行きたいと思います。アンバサダーって何をする人なのかっていうとですね、まあ私も、そもそも、ステップンは、1月の、中旬頃に知ったんですけども、それをから、まあいろいろ情報発信とかをしたが、まあステップンの価値を、なんですかね、まあ、体現するコミュニティのメンバーということで、アンバサダーに選任されましたということになります。まあ、立候補はしてますけども、選任されましたと。で、アンバサダーの使命としては、ステップンの価値とか、このステップンが目指しているところっていうのを皆さんにお伝えすること、あとは、この今の日本語コミュニティ、なんかいっぱいチャットでおめでとういただいてますね。ありがとうございます。まあ、こういったね、皆さん温かく、いろんな質問に答えて、日々、いただいたりとか、してると思うんですけども、まあ、こういった、強いコミュニティっていうのを、より強固に、構築するっていうのを手伝うことですね。で、正直私他のプロジェクトもいろいろ見てますけど、こんなにコミュニティが、活発で、皆さん、日々質問して回答してみたいな、そんなコミュニティ見たことないので、これがますます盛り上がってくれることを、希望しますし、私も、そういったコミュニティになってきたように頑張っていきたいと思ってます。はい、あと3点目が、運営の活動を広めることですね。はい、これはまあツイッターとか、まあ私のノートの記事とか、そういったところで、広げていきたいなというふうに思ってます。はい、まあ、こういった活動をアンバサダーの、ミッションとして、行ってますっていう、ご紹介でした。はい、ではですね、本題の告知の方いきましょうか。ちょっとください。はい、今皆さんステップンの日本語コミュニティの人数何人か分かりますか？今 Now で言うと7806人いますね。7806人が日本語コミュニティ、この Discord の中にの日本語コミュニティに参加されているということになるんですけれども、この人数がですね、今7806人から1万人に達成、到達すると、日本語の AMA がジャパン AMA が開催されます。イエーイ、すごいですね。はい、日本人専用の AMA Ask Me Anything ですね、何でも聞いてねっていう運営が主催する、
イベント、まあ、今日のね、22時からやるウィークリー AMA みたいな形の日本版ですね、日本専用版っていうのが、1万人超えたら行われますということを運営から、発表、情報、発表というか、いただきました。はい。ですので、ちょっと発表させていただきました。で、この AMA なんですけども、前回2月に行われた際はリンさんが翻訳とかしていただいたんですけど、出演としては今回ヨン、さんですね、ヨン氏、ステップのコアファウンダーの方ですね、まあ、ステップ作った方ですが出演していただきます。で、それだけじゃなくて、もちろん、ギブアウェイ、プレゼントですね、ジェネシスの、スニーカー NFT、がプレゼントされると聞いております。はい。これはね、本当にすごいことなんで、ぜひぜひ、参加いただきたいなと思うんですが、まあ、1万人達成したら開催ってことなので、現時点ではまだ、いつ開催するっていう日付は未定です。なので、皆さんにやっていただきたいこととしては、まあ、ぜひね、日々、ディスコードで、なんていうんですかね、いろいろ質問される方とか、ディスコードの使い方わからない方っていうのは、こういろいろ優しく教えてあげるっていうのと、あとはツイッターとかでも、この情報発信していただいて、ディスコードに、こう、案内していただけるといいかなと思います。ね。おそらく、週でもうね、1000人とかそういう単位で増えていってるので、1万人もおそらくすぐ到達しちゃうんじゃないかなと思うんで、ね、今ちょっとチャットでも書かれてる方いますが、来月とか、すぐ近いうちに AMA も開催できるんじゃないかなというふうに思っています。はい。私からの告知は以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ミヨンヌ。アメちゃん、えぐいね。すごいこと聞いたね。すごいね。こんなことになろうとはっていう。なので、さっきね、靴まだ持ってないんですけど、できますかっていうご質問あったと思うんですけど、こういうことやってくれるんですよ、運営は。もうね、ぜひ参加してゲットしていってほしいなと思っています。でですね、今ちょっとメインの方でも言っていただいたんですけど、スパムとかですね、本当気をつけてほしいんですよ、皆さん。最近とかですね、本当に直接、DM を送ってくるっていうパターンですね。増えてますね。すっごい多いんですよ。とか、個別でなんかその、靴安く売るよみたいなとかもそうなんですけど、本当に気をつけてください、はい、こういった世界っては本当にそれこそ詐欺案件っていうのがめちゃくちゃ横行するんですよ。しかもこういったステップみたいにすごい流行ってる、今すごいうなぎ登りで、ね、人気が急上昇してるプロジェクトでは本当に一番起こりやすいので、はい、ぜひちょっとそういったものには気をつけていただきたいなと思います。はい、でですね、それとつながりまして、さっきですね、ギルガメッシュの方からアナウンスがありましたんで、ちょっと見読んでこれを翻訳して教えてもらえますか。はい、今ですね、もうすでに翻訳してくださった内容をですね、それぞれメインのチャットにも、カジュアルトークルームの方にも貼ってくださっているんですけれども、そのまま直訳したものを読みますと、スニーカーをですね、スニーカージェムを通常よりも安い価格で販売し、数秒後に購入者がいるタイミングを見計らってものすごい高い価格に変更する出品者の事例が報告が上がってます。でこちらです、ケースが運営の方に上がっていてちょっと調査中なので、ただね、システム的にちょっとまだすぐにそういうのを改善できる状況ではなさそうなので、対策としては買われる皆さんに気をつけていただくしかないという状況です。購入するスニーカーとかね、ジェムとか、最終決定、これ買うよっていうボタンを押す前に、本当にそのスニーカーとかジェム、買おうと思ってた値段になってるのかどうかを確認して、押してお願いします。はい。怖いね。本当に。えぐい。ですね、実際にあった、報告されているのが、
表示価格が最初10ソルで出ていたシューズが、まあ、あんまり確認しなかったがために最終的に19ソルで買わされたっていう事象がありましたね。もう報告されてほやほやの案件ですこれ。これはい、まだ上がったばっかりです。はい、最終確認表示後に価格が上がった場合どうなるんでしょう。でそれでもしポチってください、その上がった価格でポチられる、買うことになっちゃうんで、最初に見た価格はその時のあくまでも価格であって、最終的にバイを押した段階のネット出てきちゃうんで、これ気をつけてくださいね。本当にツイッターとかでも出てますし、これ日本人だけじゃないです、海外のユーザーでも、こういった報告が今上がってるんで、はい、本当にダブルチェックトリプルチェックぐらいの勢いでちょっと確認をしていただいて、購入をお願いいたします。お願いします。これじゃあ DM のこともついでに言っといた方がいいのかな。 DM、 そう、さっきのスパム DM。 ああはい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 、これもちょっと今日あった事案なので皆様お気をつけいただきたいんですけれども、 Discord のですね DM の方にあなただけに特別なミント体験をみたいな怪しい DM が届いて、すごい見た目的にねそそるんですよ。ちょっとお安くミントできますみたいな内容だったりとか、そう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 、お靴がちょっとでも安く買えるって思ったら嬉しくなっちゃうじゃないですか。それでですねリンクを押してしまうと下手するとウォレットの中身全部持ってかれます。はい、今回ねちょっと現時点では何も起こってなさそうだというところには落ち着いてるんですけれども、リンクを押した直後に何かあるというケースだけではないので、もう怪しい DM が飛び交っていることを前提に、もう運営もね DM を皆さんにするってことはまずないので、もうディスコードをのその DM 機能を切ってしまってもいいんじゃないかなと思っています。うん、もちろんね、お友達とこうやり取りしてるとかだったら無理には言えないんですけれども、いかにもステッペンの公式アカウントですみたいな顔して DM を送ってくるので、もうそういうアカウントを見たらブロック&報告を、このサポートっていうですね書があるので、その中にですねスキャマーレポートっていう場所がございますので、そちらの方にですねなんやこんなんいてるでっていう報告を入れていただければ助かります。ただここをスキャマーレポートね、そういうスキャム以外の内容を投稿すると下手するとバンされますので、やめてバンとかやめて怪しい DM とかね、そういう変なやり取りの連絡が来たとか以外は書き込みをしないように、ここにねグッモーニーとか言ったらミュートとかになっちゃうので軽いやつだと最終的にはアカウントバンです。気をつけください。ダメよ本当に、そういう人たちはバンされた方がいい本当に。そうですね、なんで私はバンされたの、うん、後でちょっと、はい、気をつけます私も。はい、はい、というわけでですね、まあちょっと時間も時間ですので、そうですね、今回はあと何かあったっけ、あと何かあったっけせっかくなんでまあちょっと最後だけちょっと危ないなってやつどんどんなんかだっけな、DM ダメっていうのと、あとあれですね、知らずにもしやられている方がいたらもうすぐにやめていただきたいことが一個あって、複数アカウントを、使うことは絶対ダメですからね。これはもうホワイトペーパーでも載ってるので明確に禁止されていることなんですけど、はい、そうです、今書いていただきましたね、複数アカウントを使用して、効率よく、まあ、お金を稼ごうっていう行為はこれアカウントディスコードじゃないですよ、ディスコードの番じゃなくて、ステッペンアプリの方の番になるんで、それをやってるって発覚した時に
持ってる NFT シューズとか、GST、GMT 全部持っていかれますので気をつけてくださいね。で、今家族間での協力は大丈夫ですかっていう、ご質問いただきましたけども、家族間は OK です。なので、ご自身が持たれているアカウントを使って、例えば、まあ、ご家族に歩いていただくっていうのは OK です。で、あとよく、聞かれるのが、家族でアカウントを持っていて、それを自分の NFT シューズを家族に貸す行為っていうのはこれも OK です。で、やってはいけないのが、自分のアカウントを複数持って、その、複数のアカウントに例えば靴を3足ずつっていうのはアウトになります。俺母ちゃんと一緒にやってる、いやいいやん、母ちゃんとやってるっていいじゃないですかね。大丈夫です、全然 OK です。大丈夫、はい、マンゴーさん、そこはちょっとあんま拾わなくていいやつはい、母ちゃんと一緒に大丈夫です、もう大歓迎です。どんどんやってください。福岡判定、夫婦で散歩してるのか5番されそうで妻に渡してない。ご夫婦で散歩していても大丈夫です。基本的には全く同じ動きでシンクロして動くっていうことはないので、そこは大丈夫だと思います。はい、ただ、ですね、本当に歩くときに両方のポケットにスマホを入れて歩いてますとかだとアウトになります。アウトですね。っていうのも、ステップのこのなんていうんですか、判定って GPS だけじゃないので、はい、一応、まあ、モーションセンサー、ジャイロセンサーとかですね、あとは、機械学習によって人間の動きを見ているそうなので、はい、隣で歩くぐらいでしたら、今カエルさんも出してくれてますね。ジャイロス、そのぐらいでしたら全然大丈夫ですので、安心して使っていただければ大丈夫かと思います。それこそ本当にあれですね、エヴァでいうシンクロぐらいの勢いじゃない限りは多分大丈夫だと思います。はい。はい。今運営の方もね、その辺の精度もどんどん上げていこうと努力されているので、いつバンされてもおかしくないので。複数台持ってね、自称されてる方とかね、どうなるんでしょうね。いや本当に実際そうですね、先ほども見て、そうですね、そういう風にツイートされてる方もいるっていう方がいたので、まあ誰かがこういうことやってるから多分大丈夫だろうとは思わずに、ちょっとあれですね、一歩踏みとどまって、これって本当に大丈夫かなっていうのは一回ちょっと疑問に思っていただいて、自分で判断できなければ全然ディスコードで投げていただければ大丈夫です。はい、あとあれですね、今コバさんからシークレットプレイスの重要性、これもちょっと絶対にクリプトを関わっている方はもう全然余裕ですね。シークレットフレーズ、シードフレーズの重要性もう余裕ですね。なんですけど、ステップンから初めてこのクリプト仮想通貨を触った方にはもう本当にもう口酸っぱく言っていかなきゃいけないことなんで、言いますね。シークレットフレーズ、またシードフレーズとかちょっと呼び方がいくつかこれあるんですけど、これアプリでウォレットを作成したときに12個の英単語出てきたじゃないですか。これダメですよ、絶対に教えちゃダメですよ。ミオンね、これシークレットフレーズって、はい、なんか身近なものを立てると何だと思います？通帳、印鑑、セットです。はい、その通りですね。もうこれやばいっすよ、本当に教えてしまうと。はい、そうっす、コバさんも言ってますね、1文字でも間違えたら終わりです。そうです、12個のフレーズは必ず順番もですし、1文字たりとも間違えてはいけません。で、今ステップウォーカーさん、紙に書き留めておくのが一番安全。いや、そうなんですよ、おっしゃる通りだと思います。なぜか超アナログなんですけど、はい、これなんですよ。
そうです、そうです。スクショだけで持っておくとかじゃなくて、印刷したり複数の場所で保管して、保管することが必要ですね、本当に。はい。で、そう、スクショもクラウド設定してると本当に、何かあった時に抜かれるんで。ちなみにハメちゃんも紙です。私も紙ですね。紙です。はい。で、人によって紙に書いて金庫にぶち込む。ああ、さっちゃんさん書いてますね。ね、ぶち込むとか、いいですね、はい、あと、鉄板に。なんか刻めるやつがあるんですよね。そうそうそう。はい、ネームタグみたいな感じですね。はい。Google ドライブダメですよ。急いで出しましょう。入れ墨にして放っておくのはちょっと。入れ墨にしておくのはもう、崩壊してますんでね。金カムごっこがしたい人だけされたらよろしいかと思うんですけれども、はい、命の危険が常について回るので全力でお逃げください。私も追っかけます。で、今ラングさんもおっしゃっていただいたんですけど、ウォレットに関しては本当に運営も一切関与できない領域になります。で、シークレットフレーズ、シードフレーズがなくなった時っていうのはもう誰の元にもそのスニーカーとかですね、ソルとか戻すことができませんので、ちゃんとここはやりましょう。はい。ヒリヒリさん、もう温泉行けない。ダメっすね。もう入れ墨タトゥーやってしまったら温泉行けなくなっちゃうんで。そうですね。僕ちょっと温泉大好きなんで、ちょっと僕は紙でそのままやっていきたいと思います。はい。まあそうですね。ちょっと初心者の方に本当に注意していただきたいっていうのは大体その辺になってきます。で、まあまた定期的にちょっと口酸っぱいようですけど、メインの部屋とかではそういった注意喚起っていうのはどんどんやっていきますので、ぜひちょっと鬱陶しいなって思わずに見ていただけたら、見ていただけたらいいなとは思います。はい、はい、でメタさんからちょっと許可をいただいたんで、本当の最後の最後をうちらの番宣する、やる番宣はい、私からも一個、私からもっていうか、ちょっと一つ、別に僕のお知らせではなくてですね、この、今我々やっているディスコードでの裏で、ください JP っていうところでも、ステップの AMA、が やられてますね。やってますね。はい。で、ちょっとそこの情報を少しだけ今お知らせしようかなと思いまして。あれ、コミちゃん。はい。チャットを見ながら聞きながらちょっとやってたんで、まあ、そんなに最新かっていうと、ちょっと何とも言えないんですけど、ちょっと気になった点が2つ、3つか、3つありまして、ちょっとそこだけ共有します。はい。はい。ですね。1個はスニーカーブランドとの、コラボの話ですね。で、今回、ください JP の方で、ギルガメッシュさんが、登壇して、こうチャットでいろいろコミュニケーションされてたんですけど、ギルガメッシュさんによると、現在、いくつかのスニーカーのブランドと共同開発中で、まもなくマーケットで見ることになるでしょうと。いや、それだいぶやばいやつ。ような発言がありましたと。はい。はい。で、もう一つは、また他の暗号通貨プロジェクトとも協力し、Move to Earnの新しい方法を模索していますと。うん。なので、なんでしょうね。これは運動する、今、歩くとか走る以外のムーブなのかな。どうなんでしょうね。そういうところも何か模索しているということを考えていらっしゃるようですね。これ今、爆弾ですね。うん、まあまあ爆弾ですよ。ですね。はい。まあ私もね、これ。さんでさえもうびっくりマーク2つ。本当だ。最新の情報ですね。そうですね。はい。まあ、もしかしたらね、この後、ウィークリー MA で話があるかもしれないです。あともう一個だけ、いいですか？あとですね、GMT トークノミクスが完成し、大変嬉しく思っており、近日中にコミュニティで共有する予定です。これには、GMT を獲得する仕組み、GMT 使用例、GMT を獲得できるタイミングなどが含まれています。なので、もう GMT は、完成している模様ですね。おー、ついに。今ね、お預けを食らっていらっしゃる皆様がいることは時々お見受けするんですけれども、これはというね、楽しみですね。楽しみですね。
よかった、バン解除されて。そら、そうね。あと私、エリートランナーのロールさえ戻ってくれば元に戻るんですよ。それについては、あの後で交渉していただければと思います。はい、ジェイソンに言います。はい。今ね、クラクサイ JP の方でやってるのが、なんかジャパニーズ AMA の前哨戦みたいな感じかなと思ったんですけれども、これ実際ね、あのジャパニーズ AMA として開催されたときに、すごい盛り上がるんじゃないかなと、今私一人でニコニコしてます。はい、ですね。やばいですね。これやばいな、普通に。やばいな、ありがとうございます。ありがとうございます。毎週こういうニュースに事欠かないですね。あのもう疲れるんよ。なんか毎週土曜日眠れないっていう。そう、てかね、もう毎日、あのね、ま、ほぼ毎日ね、本業賃金よりこっちにいるからね、もう。まあね、そこはね、ちゃんと、あの、本業を優先させましょうね。本業のタスク全然こなしてない、もう。仕事してください。ちょっとあの、はい、だいぶ長引いてしまったので、そろそろ終わった方がいいのかなと思っているんですけれども。ね、あの皆さん休憩時間いると思うんで。はい。すいません、長時間ありがとうございます。で、はい、で、最後に、この後の予定をちょっと言いますね。はい、で、さっきからずっと言ってるんですけど、この後22時からですね、本家の方が AMA ありますが、オール英語なので、英語苦手だなっていう方は多分聞けないっすよね。ですが大丈夫。なんと日本語訳でやってくれるんすよ。すごくないですか。有志の方がですね、リアルタイムで今喋ってる内容を全部噛み砕いて文字化してくれます。どこでって声が上がってますね。今多分メタさんが多分出してくるかな。メタさんが多分出してくるそうな気がする。出すよ出すよ、多分ポン、あ、出た。ありがとうございます。はい、今ですね、メタックスさんが出してくださった AMA 翻訳部屋、こちらの方でですね、有志の方が、あの無償でですね、リアルタイムの音声を日本語化してくださいます、はい、でこの、チャットルームでお願いしたいのが、あの翻訳されている方以外の方はですね、あのチャットはお控えいただいて、ま、でもコメントに対してね、あのスタンプをいっぱい飛ばしていただけると皆様の応援になりますので、ここはよろしくお願いします。はい、そうですね、あのもしちょっとあの挨拶されちゃった方は本当申し訳ないんですけど、僕の方からお控えくださいっていうのをもう逐一出します。はい、逐一、あの僕に対してブーってやんないでくださいね。で、ごめんなさい、こちらですね、あの定期便の方でもご案内させていただいてますし、今メインスレッドの方でですね、上がってるんですけれども、翻訳者ご協力いただける方全力で随時募集しておりますので、もし、はい、あの私英語をちょっとできるという人がいらっしゃったら、あのご連絡いただければと思います。出方ことやね。あ、はい、そういうのとですね、今参加したんですが、今回のイベントアーカイブ残りますか。これ YouTube で出します。この雑談タイムは出さないんですけど、メインの、あのメインの本編の方ですね。高石ウルフさんのご説明は後ほどアーカイブが載ります。仕事早い、さすが。ありがとうございます。はい、というわけですね、まず今日の22時からは AMA のリアルタイム翻訳を有志の方でやっていただけるのと、あと明日ですね、明日の20時30分からなんですけど、はい、はい、ミオのね、これコアなファンしか集まないね。ここで告知していいのかよくわからないんですけれども、今喋っていいって言ったもん。うん、分かった。今喋って私桜田と、とっとこはめ太郎さんの2人でですね、
週に 1,2 回不定期でハメミオラジオなるものをですね、今この聞いていただいているお部屋で開催してます。まあ、ざっくりこう今週あったことを振り返っていくみたいな、もっとライトなものなので、もしよろしければお時間許しましたらご視聴いただけましたら幸いです。はい、はい、よろしくお願いします。僕の声を聞きたいんじゃないんですよね。そこは置いとこう。もうね、今雑談が荒れ出してるんですよ、もうすでに。やめましょう。やめましょう。あんまりやるとね、うちはネタになっちゃうので。やっぱ来てた、うん、ちょっと、はい。雑談組が暴れ出してるんでね、もう本当に。ありがとうございます。サメさんの声も好きです。ありがとうございます。はい、我々がね、今より傍若無人にやらせていただいておりますので、ね、もしよろしければ、ご視聴いただければ幸いです。はい、という感じでございます。はい、はい、ちょっとね、はい、だいぶ長いこと皆様方のお耳をお借りしてしまったんですけれども、今日こちらの放送、第1回の放送はこれにて終了でいいのかな？大丈夫だと思います。はい、終了させていただこうと思います。またね、何かご意見等ございましたら、どこに書いてもらおうか。ですね、メインでいいや。メインで、メインでハメ太郎メンションで大丈夫です。ハメ太郎と、ミヨンでメンションで大丈夫です。はい、どちらかにメンションでですね、こういうことしてほしいとか、もっとこうしてほしいよとかございましたら、飛ばしてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、長時間ご視聴ありがとうございました。はい、本日はありがとうございました。では皆さんですね、また22時からですね、今度は AMA 翻訳部屋の方でお待ちしておりますので、もしよろしければご参加ください。よろしくお願いします。